ラジオアンテナのプラスチック部品が割れてきました。前後のネジの部分が割れていました。この樹脂部品だけ部品が出れば良いのですが、アンテナとアッセンブリー交換になるようです。右ピラー下部に配線コネクターがあるため、交換は手間がかかるようなので補修で済ませました。割れ目から浸水すると配線を伝わり、車内にまで浸水する可能性があるようです。この自動車用コーキング剤は窓枠の補修でも愛用しています。長期間非常に高い耐久性があります。割れ目にコーキング剤を指ですり込んでいます。